皆さんこんにちは、神谷由里でございます。今日も始まりました関真理子物語、お呼びしたいと思います。真理ちゃんこと関真理子さんです。はい、こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、前回100の質問、前編後編聞いていただきまして、まりちゃんがどれだけはっきりした意識を持って毎日生きているか皆様にお伝えできたかなと思っております。恥ずかしゅうございます。ありがとうございます。ですね、今日はお話しすることはですね、まりちゃんのこの、講座の動画ですね。ちょっと関真理子物語は置いといて、はい、毎回やっている、2週間に1回のペースで、はい、更新してまいりました。演奏の方ですね、はい、演奏の方の動画で、はい、どの動画が人気なのかっていうちょっとお話を、興味ありますね。あるでしょう、はいはい、どれだけ見られてるのかっていうのはね、ちょっとやっぱ興味があると思うので、その辺お話ししていきたいと思います。まずは一番人気の動画はですね、やっぱ一番最初の動画なんですよ。84歳のスティールギタリストとして、やっていた、スティールギターって何っていう動画です。一番最初私が青い T シャツ着てやってるあれ。そうです、そうです。これがなんとですね 3.7 万回見られてます、すごい。すごいですね。すごいわね。はい、すごいことだと思います。これは基本的なスティールギターっていう楽器を知らない方に向けて、スティールギターっていうのはどういう楽器なのかっていうお話を確かね、やった動画ですよね。私何喋ったか忘れましたけれど。忘れましたか。でもスティールギターのことを、はい、知らない方がもし、はい、3万回以上見てくださってるとすると大変嬉しいことですよね。そうですね、おそらく熱心にご覧になっている方はもうスティールギターという楽器をもうご自身が演奏されている方が多いかなとは思うんですけれども、このスティールギターって何っていうこの動画がとにかく一番見られているということですね。2番目に、ランクインしているのがですね、テネシーワルツでございます。へーね、ハワイアンじゃないのよ。お父さん喜んじゃう、はい、9529回視聴されています。もうすぐ1万回ですね。そうですか、はい、テネシーワルツはね、神谷康弘が長く滞在してたテネシー州の州歌になってる曲なんですよ。そうですね、だからお父さんことさらテネシーワルツをとっても大事にしてた曲なの。そうですね、それが最初に来たの、はい、嬉しい。そうですね、はい、およそ3年前の動画になりますけれどもね、皆さんぜひねご覧いただけたらと思います。ね、神谷、神谷じゃない、ごめんなさい、関真理子チャンネルのですね、動画っていうところをねこう押していただくと、人気の動画とか新しい順とか古い順とかっていうのがあるので、人気の動画ってやるとねこの順番で出てまいりますので、皆さんちょっとぜひ見ていただきたいですね。はい、3位にランクインしている動画がですね、まだこれも84歳時代の、動画なんですけれども、はい、スティールギターとウクレレの基本練習編という、動画になりますね。はい、あ、ちょっとごめんなさい、ごめんなさい、ちょっと急に動画がちょっとスタートしてしまって、ちょっと音が漏れてしまってたらごめんなさい。はい、こちらの動画になりますね。基本的な奏法ですね、こうやってはいはいはい、スティールギターのちょっと 手元の寄りがこう映ってて、マリちゃんのかわいい手書きの絵が書いてあるこんな、はい、これタブ風のけてたんですね、その頃は。そうですね、はい、こうピックの面がどういうふうに触れるのかっていうのを、結構寄りでですね、説明している、もう本当に基本の練習編の、ね、はい、動画が次に、ね、ランクインされておりまして、なんとこれもですね、あともう少しで1万回いくんですよ。9098回、はい、見られております。そしてその次がですね、やはりこの曲はねやっぱり有名ですね、アロハオエ。あ、はい、アロハオエが6790回見られておりますね。これはやっぱりもうハワイアンといったら、ハワイアン
ろんな息を出てますよね。もうポピュラーミュージックといいます か、スタンダードといいますか、そうそうそう、教科書にも載ってますしね。そうですよね、音楽のね。そうですね。なので、まあ広くこう、でもこれは本当に大事に伝えていきたい曲ですもんね。そうですね。リリウオから二女王様の最後の、ね、はい、お別れのね。そうです、幽閉されていく時の お別れの歌ということ、実はねちょっと悲しい思いのある曲で、ハワイの人たちはとっても大切に演奏されますよね。はい、そしてですね、その次に来た動画なんです。これね、私実はね個人的にすっごい気に入ってる動画なんですよ。何エストレリータ編なんですけど、もう ねなんで広町出てこないんだ。ヒロマーチももうちょっと後になりますかね。エストレ、まあ、要はこれやっぱ古い動画っていうのはもう歴史がありますから、はい、だからたくさん見られていて、やはり当然と言いますか。でもエストレリータ私大好きな曲だから嬉しいわ。いや私ね曲もそうなんですけど、ぜひね皆さんにこれ NG 見ていただきたいんですよね。そんなのがあった、うん、NG めちゃくちゃ面白く作れたんでこれもね6464回見られております。はい、その次にランクインされてるのがパーリーシェルスですね。あ、やっぱりポピュラーソングね。やっぱそうですよね、やっぱり昔の最初に上げた曲が多いですね。そうですね、これも3年前で4000回を回っていますね。はい、そしてその次にね入った曲がなんとね意外にもイエローローゼスなんですよ。へー、はい、イエローローゼス。あ、そう、はい、これなんかちょっと意外じゃないですか。意外ですね、これカントリーの曲ですもんね。ですよね、なんですけれどもでも好きな曲なのよ、私すごく、はい、これもほぼ4000回見られている感じですね。はい、その後にカイマナヒラが来ますよ。これ2年前の動画になります。はい、カイマナヒラ、はい、これはもう本当に有名な曲なので。そうですね、はい、そしてですねその次にアカカフォールズが入ってきます。はい、アカカフォールズがこれも3年前の動画になりますね。そしてその後ヘアロハのホノルル、あ、はい、これが入ってくるんですね。いやいや嬉しいな、私大好きなの。はい、これもねアルバムでもそう、はい、弾いている曲で。そうなんです、私ね、はい、なんてこの曲聴くとなんて明るくてね広々としたハワイが浮かんでくるのかなっていうような感じがして ね、もうハワイのこう景色景色がもう浮かんでくるんですよ。わ、うん、かります、わかります。それでもうなんか各島をね船が巡航していく ね、 あ、 そうですね、そういうありさまがね浮かんできて大好きな曲。そうですね、すごくいいですよね。そしてお待たせいたしました、この次に出てくるのがヒロマーチでございます。よかったよかった、よかった。私、はい、ヒロマーチが入ってこないの変だなと思って。これはヒロマーチはいつやったかというと1000人に登録者1000人に達成した記念編として大好きな曲を、要はだから1000人に至るまでに結構声があったんですよ、リクエストの。ヒロマーチやらないんですかっていう。あ、そうだったかしらね、はい、そうなんです。だからいやいやそんなに簡単にはみたいな感じで1000人行ったらやりますみたいなことを言っていて、ついに1000人に達したのでこの動画を、作ったという感じですね。はい、およそ2年前。ここから、ね、いやでも本当ヒロマーチはね本当に私の一番ハワイアンのナンバーで一番好きな曲ですからね。そうですね、うん、もうマリちゃんのお箱ですもんね。私の自分で勝手に代名詞と言っております。はい、そしてですね次にランクインしてきたのがなんと質問にお答えします編といって、これね要はずっと質問に答えていくだけのトークの、はい、まだほら関マリコ物語とかやっていない頃なので、はい、何でしたっけこの野球の T シャツを着て、はい、それで答えている、もういろんなスティールギターに関する質問ですね。あ、うん、いろいろお寄せいただいた質問に答えている動画、結構長い動画で17分ぐらいある動画ですね。いやでもありがたいですね、そういうふうに皆さん興味持ってね、はい、いろいろ質問してくださったり、はい、もう本当に嬉しい現象ですね。はい、そうですね。その次に聞かれて見られているのが、クウイポイカヘプエオ、ね、プエ、この曲ね上げた途端にわーっとね2000ぐらいいった曲よ。そうなんですよ、こういうのはねちょっと本当にアルゴリズムの関係で何がおすすめに上がってくるかは分かんないんですけど、この曲が
2815回、はい、見ていただいております。はい、そしてその次になんとランクインされたのがほぼ1ヶ月前に収録したスインギングスティールギターなんですね。バッキーさん。そうなんですよ。やはりなんかバッキーさん関連の、あの特にあの関まりこ物語の、 あのトークの動画、この動画のシリーズでもやっぱりバッキーさんのお話になると皆さん興味があるみたいで、やっぱりね日本で一番ねあのスティールギターで鳴らした方だし大御所でもあるし、またあのご家族というか息子さんたちが後を継いでねアロハハワイアンズで全員家族で演奏してた時代があったぐらいですから、皆さんには馴染みが深いわけですよ。そうですね、でハワイアンといえばバッキーさん、バッキーさんといえばスティールギター、そんな感じでね私も大尊敬してるあの方なんで、うん、今やあの息子さんとご一緒させていただいてますけれども、はい、あの人柄もすごく素晴らしいいい方で、そうですね、でもこのバッキー白方さん の、 あの曲の中では割とこうそんなに有名じゃない曲だったって聞いてますけれども、このねシンギングスティールギターっていうのはねちょっと奏法がね独特な奏法 で、 ですよ、ね、誰でもちょっとできないんですよ。そうなんですよ。だからマリちゃんの他の曲の動画ではなかなか聞くことのできない低い弦でね、そう一番下 の、 の、はい、太い弦でね、はい、私それをねバッキーさんがおやりになったっていうのはね、あの方6弦なんですよ、はい、6弦ってことは一番下の弦が私のよりも細いわけね、うん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 、それにもかかわらずあのバーをこするだけでねあれだけの音を出されたっていうのはね、うん、やっぱ相当な技術を、やっぱそうなんですね、そうなんです、そういうことなんですね、うん、私なんてわざわざ弦取り替えて新しい弦に取り替えてやっこらさとやったぐらいな、そうですよね、張り替えてましたもんね、マリちゃん張り替えたんですよ皆さん自分の力で、すごくないですかねえ。はい、そしてその次に入ってくる曲が、ビヨンドザリーフ、はい、これもね実はおよそ1年前の、はい、動画になるんですけれども、はい、こちらはまあね、とてもあの有名な、そうですね、青竹サンゴって日本ではよく言ってる曲で、ね、三大ハワイアンと言われている、はい、そちらの曲なので、まあ、ランクインしたのかなという感じですね。その後に来るのが見上げてごらん夜の星をですね。これはあのアルバムの中にあのポンタさんと、ね、収録したあのアルバムの、いいえ、入っていません。 中にあれはあなたが歌ったんです。そうだそうだ、それであの入れなかったんだ、著作権が生じるからっていうの外しちゃった。そうそうそう、あれでもねあのシークレットトラックですけれども ね、 あ、 ね、 あれもいいですよね、はい、で、これはあのウクレレをちゃんとこう弾いてそれで、出した動画ですよね、見上げてごらん夜の星を。そう、自分であのウクレレ弾いて、はいはい、ここで初めて日本の曲が出てくるって感じですかね。ああ、そうかそうか、うん、そしてですねその後に出てくるのがカプリ島本単語編ですね、はいはい、これが来てですね、これはなんか確かあのアルバムの入ってますトラックを使っての演奏だったかなと思います、はいはい、そしてその次に来るのがなんとハーモニクス解説をしたアマポーラ、はいはい、こちらの方がこう入ってくるわけですね、はい、まあ、これもねなんかやっぱりハーモニクスだったりボリューム奏法だったりとか、まあ、さっきのスインギングスティールギターもそうですけれどもちょっと特殊な、ね、あの奏法を、取り上げた曲っていうのはやっぱり注目されるのかなと思いますけれども、こちらの曲はハーモニクスですね。なんかでも私何でもやみたいね、なんかやっぱりでもこう教材としてこう譜面を作るにあたっていろんな奏法をこう取り入れたことがバラエティに富んだ、ね、だってせっかくこういう奏法があるのにここで使わなきゃっていう曲があるわけですよ、やっぱりそうですよ、ね、ふさわしい曲が。そうですよね、だから例えばの先ほどのハワイアンパラダイスなんて曲も挙げてますけど、やっぱりねサビのところでね、あここはねボリュームで弾きたいよねっていうのがあるわけですよ、うんうんうん、で曲によってはねあのカプリ島みたいにピチカートが効果的に出てきたりとかいろいろあるから、はい、やっぱり
つい何でもやが出てきちゃうんですね、うん、でもやっぱりそこがあのマリちゃんらしいと言いますか、すごくあのいいカラーになっているんじゃないかなと思うんですよね。絶対ねあの見てる人もねとっても楽しいと思うんですよ。そうかしら、ね、でスティールギターっていう楽器を知らない方もあのおそらく楽しんでいただける理由になっているのかなと思っております。ありがたく思っております、はい。今日の動画はですね、あ今日のこの、関まり子物語はですねこの辺りにさせていただいて、この後ちょっとまた続き、はい、次の動画でね、はい、続きを見ていきたいと思います、はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました、はい。